い、どうも、ケニーです。ってことですね、今回なんですけども、やっと来ました。情報修正ということで、バランス調整が来ましたと。はい。で、まずね、これ注意ポイントなんだけども、3月14日に今なるんですが、この調整が入るのは21日からになるので、今すぐね、強くなってるわけではないので、ここだけ注意していきましょう。はい。んでですね、まあ、一応、今回、超フェスのね、リンリン入ってますね。そして、式もね、入っていると。で、フェス限で言うと、一章、そして、まあ、ボルサリーノとか、入ってると、まあ、結構過去キャラをね、まあ、上げてきてると、言った感じですね。はい。でなわけで、詳細見ていきましょう。食い煩いシャーロット・リンリンのスキル調整はですね、まあ、まあ、こんな感じか。はい。で、これね、放電状態に状態異常無効効果を追加されていると、言った形ですね。はい。まあ、これがちょっとアップデートされてると。はい。んで、あ、何これ、障害物貫通になってるよ、これ。一段目。ほら。で、チャージ完了も障害物貫通と。はい、いう感じですね。やっぱ、マム、オリンもね、貫通スキルを持ってるんで、こっちのリンリンも貫通スキルありにしてきたっていう感じですかね。さあ、で、続いて一章。攻撃の発生タイミング、まあ、回避のタイミング。まあ、これはね、先ほどね、まあ、全体的に上がっているっていうのがね、まとめてちょっと出てたんですけども、はい、まあ、全体的に上がってるといった感じかな。はい、これ攻撃範囲も広くなって、回避。あ、なるほどね。で、ボルサリーノ、これもですね、全体的に通常攻撃だったり、スキルのね、攻撃範囲、タイミングっていうのが早くなっております。はい。で、まあ、スキル1、スキル2ともに、良くなっていると。言った感じですね。はい。で、コビーも、まあ、まあ、なんか攻撃の範囲が全体的に増えてるね。今回、ピックアップされてるやつが。はい。で、気になってくるのがこちらと。そう、特性ですね。はい。で、これが何が変わっていったのかと言いますと、こちらは変わって、残り時間が60秒以下の時、自分に食い煩い状態を付与する。かつ、移動速度が 20%。ここ変わってないね。うん。変わってるのがここか。自分がパワーアップ、アイテムを獲得した時、食い煩い状態の効果を受けるダメージを30秒間無効化。かつ体力が 30%。ってことは、ダッシュのやつとかも手に入れることで、体力も回復することができると。めちゃめちゃいいね、これね。うん。で、ダッシュ性能。自分がお宝をダッシュしているとき、よろけずダウンしなくなる。これが追加されてると。さすがに敵虫ダッシュはついてなかったね。はい。で、スキルに発動から一定時間、よろけずダウンしなくなる。はー、なるほど。はいはいはい。まあ、なんで、とりあえず、吹っ飛ばしはされてしまうっていうことですね。ここのキャラ特性で言えることは。はい。で、続いてがですね、受けるダメージがなんと 50% カット、されていると。はい。で、なるほどね。まあ、どうなんだろうね。待って。体力が 50% 以上の時、敵を無視してお宝ダッシュできる、かつ受けるダメージが 30% カット。これすごくない？これ 30% カットでしょ？で、体力が 70% 以上の時、受けるダメージが 50% カットだから、計 80% カットじゃない？これ。ほえー、これはめちゃくちゃ、ちょっと期待できますね。ダッシュ中、しかも敵虫ダッシュもできる。しかも感電があるから、感電させながら旗握れば、状態異常環境では一応あるので、はい、まあ、いいと言った感じだね、これ。めちゃくちゃ強くなったんじゃない？はい。続いて一章ですね。キャラタイプ、麦わらの一味の敵から攻撃を受けた時、スキル1のクールタイムを短縮していくと。はい。まあ、多分重力をビューンって飛ばすやつですね。はい。で、かつ、状態異常を解除し、敵から付与される状態異常を無効化する。はぁ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 な、状態異常を無効化してくれると。自陣の時にはですね、かなり強くなっているといった形かな。はい。しかもこれ見て。特性に、お宝ゲージの上限を 50% 超過して回復すると、言った感じで、一生、ちょっと
期待していきたいね。ただちょっと内容的にはね、ちょっと弱いかな。まあこれがなんでなのかっていう話なんだけども、まあでも状態異常が入んないんだけども、多分気どろにはちょっとやっぱり弱いんじゃないかなというふうに思います。はい。まあただね、ちょっとロジャーに関しては頑張っていけるんじゃない？状態異常無効だからね。まあなんで一章もちょっとやってみたいね。さあ、で、ボルサリーノになってきますね。ジャスト回避時に、お！ジャスト回避成功すると体力が 15% 回復。かつ回避のクールタイムを 100%。ええー、ジャスト回避からのジャスト回避。レイリーじゃん。ただ回復するだけだから、もう、まあ、ワンチャン無限回復だね。はい、っていうのが可能になったキャラクターかなという感じですね。さあ、ダッシュ性能が上がっているのか。あ、残り時間が90秒以下の時、よろけずダウンしなくなる。かつ付与されている状態異常を解除し、敵から付与される状態異常を無効化することができると。はい。で、ダッシュ性能は、ダッシュ速度が上がっただけかな。なんでちょっと活躍しにくいかもしんないね。はい。で、続いてがコビーになってきます。これは工場のコビーですね。自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、よろけなくなる。かつ、敵から強要されるため受けても、これはちょっと微妙いな。で、お宝確保数が敵チームより多いとき、スキル2のクールタイムが、短縮度 50%、かつ受けるダメージが 30% カットと、いう感じですね。まあ、コビーもちょっとこれ頑張っていけるかなっていう感じで、これスキル2の方がどっちだったっけな、そこまでの方だったかな、そこまでの方が短縮されるんだったらめちゃくちゃ早いんじゃないか。永遠回復もこれちょっと可能かなという感じですね。で、なんとソゲキングと、はい、コーラキャラクターがなんと情報修正入ってきました。で、不死身特性がつきましたね。敵から KO されるダメージを受けたとき、1回だけ体力が 3% まで回復すると。で、ダッシュ速度がまあ基本的に上がっていると、言った形なんだけども、他はそんなに、重要視されるものはないかなという感じですね。まあ、ただ、自陣の味方が KO されたとき、クリティカルが20秒間 300% アップしていくので、まあ、ここちょっと楽しみかなという感じですね。はい。で、続いて、四季。これちょっと気になる。ロジャー海賊団の敵を攻撃した時にスキル1のクールタイムを 10% 短縮していく。かつ敵の、スキルのクールタイム。ああ、なるほどね。で、自分がお宝をダッシュしている時、よろけずダウンしなくなる。なるほど。はいはいはい。まあ、ダッシュ性能がちょっと上がったという感じかな。で、スキル2を使った時、自分によろけ無効。状態異常無効状態。あ、なるほど。スキル2を使った時、なるほど、状態異常無効状態は15秒。これはちょっとやってみないと分かんないな。まあ残波の方は何も変わっていないと感じか。ダッシュ性能はそうだね、これだけだね。なんでリンリンがちょっとやばいぐらい強くなってるんじゃないか。で、シュガーですね。体力が70倍以上の時、よろけず吹っ飛ばされない。かつお宝ゲージの、おお、これも超過入ってる。一生ホビーホビー、一生シュガーに関してどっちも超過。はあ、なるほどね。いいんじゃないの。で、敵から状態異常を付与された時、スキル2のクールタイムは、15%、体力が 15% 回復すると。なるほどな。でも状態異常無効はないのかな。なさそうだね。はい。で、一応ね、おもちゃ状態にすると防御力が 20% まで増加して、最大 40% まで。結構硬さが、結構出てくるのかな、と。いう感じかな。ってな感じで、やっぱり一番もう圧倒的に強くなったのはリンリンじゃないか、これ。リンリンやばそうだね。これは、敵虫ダッシュのできるキャラクターがめちゃくちゃ増えた。そしてダメージカットが 80%。これは超期待していきたい。はい、そしてですね、今回2024年ホワイトデーチケットガチャとステップアップガチャが来ております。いや、このね、ステップアップは正直ちょっと微妙すぎるな。微妙なので、まああんまりおすすめしないから。ただチケットガチャはね、これ480円だったんで、まあかなり、まあ安くなってるのかなと、いうふうに思います。とりあえずまずね、交換上どうなってるのか見ていこうか。あ、待ってこれ。防御力 18%。うわー、これはちょっと欲しいな。うわ、せっけー、これは欲しいわ。
ああ、なるほどね。30個と20個と、いう感じかな。いやー、これ、ゲットしておきてーなー。で、一応、ま、30個と20個やろ。だから、最低でも、どれぐらいしないといけないんだろう。8、20。あ、でも、4、ステップ4まで行くと、銀の、やつはゲットできると。はい、いう感じになっております。まあ、なんでね、継承メダルも欲しい。なおかつ、このピックアップされてる、キャラクターたちがね、欲しい方は、ぜひともゲットしてみてください。はい、まあ、なんでね、俺ちょっとチケット買ってきたんで、このチケット、まずは、行ってこい！はい、何ちょっと待って、フランキー。フランキーが全然まだ、あとね、キサメ、キサメもね、俺ちょっとレベル上がってない。なんで、その二人がちょっと欲しいかな。あ、で、ウソップもだ。うちいり、うわおはぁおわおわおわお、これはさすがに当たったやろ。これはさすがに。ちょっと待って、これワンチャン2、3体ほら。あー、最後だけか。この5体、5体だよね。ゲッタ、フランキー、どっちでもいい。おぉ、でけえガチででけえ。いや、ナイス。これはめちゃめちゃありがたい。ちょっともう一回フランキー狙いに行こう。頼む。よし、いける。今日の流れならこれいける。頼む。フランキー来い。ワン、ツー、スリー、フランキー。ワン、ツー、フランキー。お、いいよ。金、おし、ちょっと待って。フランキー頼む。フル、あー、フルじゃないか。で、シャボン、うわ、シャボンでも少ねえ。ちょっと待って。ちょっと頑張れ。走れ。どこまでも走り続けろ。うわー、全然あかんな、これ。ちょっと待って。頼む。来い。フランキー、サメ、フランキー、キサメ、うわ、ちょっと待って。ディフェン、何やったっけ、ディフェン、悲しい。すごく悲しい。あー、コーラ。